どうも、体制 TV の神崎です。まだまだ暑い日が続いていますね。そんな感じで今日ご紹介するのは黄金生姜のジンジャーエール。それでは早速開けてみましょう。このジンジャーエールは高知県産の生姜を使っているそうですが、鼻に突き刺さるような強烈な香りですね。それではいただきます。ああ辛い。今まで飲んできたジンジャーエールの中で一番辛いかもしれません。すごく辛いです。みかん果汁とかシナモンも使われてるんですけど、何しろ辛いですね。もう喉にガンガンくる辛さです。辛いのが苦手な私にとってはちょっときつすぎましたが、辛口好きにはたまらない味かと思います。はい、そんな感じで今回は黄金生姜のジンジャーエールでした。大成 TV、 大成 TV 登録してね。あ、辛かった。